皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。エキスパンションパス第2弾の冠の雪原です。フォージョーの王バゾレックスのお使いみたいな感じやってるんですけど、前回からの続きからですね。呼ばれたので来てみました。カムカムクークラウー、カムカムクラウー、カムカムクラウーだからこっちに来る、呼ばれる。うん、隊長、誰かに呼ばれた気がしたが、お前さんか、隣隣ってひょーん人の子よ、アイバについて何か分かったであるか。はい、アイバの好物が分かったであるか。共にいたのが遥か昔で、世は忘れてしまっていた。アイバの好物があれば、あやずをおいびき寄せられるやも。その好物とやらは何であるか。好物は人参なんですけど、ちょっと違うやつをね、お話しして聞いてみようと思います。絆の手綱。ふむ、絆の手綱であるか。確かにそれがあれば相場をつなぎ止めることもたやすいであるが、人間が絆の手綱を世に捧げることもなくなった。今となっては手には入らぬであろうな。他の情報を教えてほしいである。次、フリーズ雪踊りね。ふむ、フリーズ雪踊りであるか。幾年か前、村の人間が奇妙な舞を踊ってるのを見たであるが、あのようなものを見せられては欲張りす一匹近づかないである。他の情報を教えてほしいである。どんな踊りなんだろうこれ。北条の T シャツ。ふむ、世が描かれし小物であるか。まがいものといえど、相場の目に世の姿が映れば、たちまちあやつは逃げ出してしまうであろうな。だそうです。じゃあちゃんと人参。ほう、人参であるか。確かにあやつは何らかの作物を前にすると飛びついて抑えるのに骨を折ったである。今覚えばそれが人参だったであるな。人の子よ、さすがであるぞ。あとは人参さえ合えば、行方知れずの相場をおびき寄せることかないし。村の人間は人参を育てているであろうか。種の一粒でもあれば、世が育むことも可能であるが。持ってるよ。なんと、その奇妙な袋が人参の種であると。うん、人間の力も常に進化 しているであるな。世は敬服するばかり。しかし、ふむむむむ、村の畑では人参を育てるのに不十分であるな。豊かな土壌があれば、世の力で作物を育むことも可能であるが、我が雪原で作物を育てるのに適した土地は。一つは冷たく清らかな雪深い土地の畑。一つは死者を弔いし墓標の傍らにある畑。二つのいずれかであれば、世の力を使い人参を育むことかないし、いずれかの畑を選び種をまいてほしいである。行ってしまわれた。そして元に戻ったである。フガ、ありゃー、最近すぐ外で寝ちまうぜ。だはは、留守番隊長もいろいろ大変だからよ。隊長もあんま頑張りすぎんなよ。行ってしまわれた。バトレックスから教えてもらった2つの畑をタウンマップに書き記した。伝説メモ1に今の状況を書き記した。人参の種を手に入れたことをバトレックスに報告すると、育てられる畑の場所を2つ教えてくれた。雪深い畑かお墓の畑、どちらか選んで種をまいてみよう。これなんですけど、ソード側で黒い、ほう、お墓の畑を選んだので、雪深い方に行こうと思います。白にしたい。おばあちゃん、おばあちゃん。かわいい。王様のお馬ポケモンのお歌歌って。はいはい、いいですよ。真っ白暴れん坊、冷たい人参食べた。真っ白は氷の色、冷たい野菜をむしゃむしゃ。
真っ黒暴れん坊、黒い人参食べた、真っ黒はゴーストの色、黒い野菜をパックパック、お歌のポケモンみたいに野菜をいっぱい食べるんだよ。はーい、人参しか出てきてないけど、ということで行きましょう。場所、場所確認。はい、タウンマップ、まずはこっち、こっちが畑のところですね。イニシエの墓地は黒い馬、ゴーストタイプの相場が出てくる方です。そして奥、雪中渓谷にあるのが冷たい雪の中の畑、こっちに行きます。白いお馬はそっちなんですよね。で、私は今回白いお馬にしたいので、そっちに向かっていきます。白いお馬にしたい。あ、この辺もちょっと広い。はあ、多分ね、かわいい。ちょっと取りながら行きましょう。一つ目のアイテム、気合のたすき。まさか落ちてると思わなかった。で、一回降りてから回らないといけない感じでしたよね、地図的には。こっちだと思う。いや、ほんと広いですね。マジでこれは迷いそうな気がする。あとあとちょっといろいろ、何でしたっけ、調べようかなと思うんですけど、いろんなところに多分ここにあるような台座が置いてあるんだと思います。そこに何かが書かれているんだと思うので、それをね、今後集めに行こうかななんて思います。多分ね、こっちで合ってると思うんだ。雪の方に行く。違うかな。途中で曲がるとなんかあるよね。あ、合ってる気がする。ここじゃない？こっから上じゃない？よし、当たり。初めて来ました。アブザルがいる。峰内要員アブザルもありですよね。ちょっと違うの作ってきましたが、タングーアブザル行けー。ここか。あ、やっぱりここにもある。この台座ちょっと先に調べましょう。多分ね、ここにも北条の王の台座として書かれて何かがあるやつだと思うんですよね。あ、何これ、1月から始まってるよね。さっき1月2日だったよね。島の中、これ点在してますね。4月21日、はるか昔、不毛の雪原に王は豊穣をもたらしたのだ。今の冠雪原があるのも全ては王のおかげだ。我ら人と王の絆が切れぬ限り、この地は永遠に緑あふれる、緑あふれるだよ、緑あふれる豊穣の大地であり続けるだろう。4月ってことは多分1ヶ月ずつ1個なのかな。なんかありそうよね。土地回りして探してみよう。とりあえずここです。私が選んだのは白。黒のゴーストタイプの相場が知りたい方はもうすでに公開になってる動画の中にあるので、そちらを確認していただければと思います。行きましょう。この畑に人参の種をまきますか。はい、一回いいえって選んでみますね。ソードの時選んでなかったんですよね。畑の一つにたどり着いたのであるな。この畑には冷たい人参が実る。遠い昔の記憶で曖昧なのであるが、確か氷タイプの相場がよく食していた野菜である。もう一度聞くが、本当にこの地で種をまくので良いであるな。いいえ。ん？やめるであるか。お主の考えが決まり次第また来ようぞ、また来ようぞ。そしてピオニーさんもいなくなる。はい。で、相場が氷タイプとゴーストタイプ、氷だと白、ゴーストだと黒って選ぶことができます。それによって何かが違うのかちょっとわからないんですけど、今回ソード側はゴーストの黒選んでるので、シールドは、氷の白選びたいと思います。今度はちゃんとハイにして巻きます。決心ついたであるか。はい。2回目だとちょっとセリフも変わりますね。この畑には冷たい人参が実る。もう一度聞くが、本当にこの地へ種をまくので良いであるな。はい、承知した。では種まきを頼むである。ザッザッザ。ライスは人参の種を畑に埋めた。ポンポン、カラカラカラ、うむ、
小気味よい辻さばきであった。次は余の番であるな。今こそ力を見せようぞ。うむむい、かむむい、かむかむい。ぐぐぐぐ、シュポン。色白ですね。ふう、株みたいだな。あまたの種子をまき実らせたのはただ一つ、落ちぶれし我が力。ああ、嘆かわしい嘆かわしい。しかしこの嘆きとも間もなく別れの時。さあ人の子よ、その冷たい人参を力の限り引っこ抜くである。ここからが違うようになる場所ですね。ここももうすでにちょっと違うんだけど、形がね、もしかしたら黒と白違うかもしれない。ちなみにソードだからこっち、シールドだからこっちっていう風には決まってません。どっちも好きなやつを選べるようになってます。よいしょのしょ。冷たい人参を手に入れた。はい、大切なものポケットにしまった。冷たい人参、豊穣の王の愛馬が好んで食べる作物。雪深い畑で育った。人の子よ、よくぞやったである。その人参を用いれば我が愛馬をおびき寄せることかないし、あとは世の力を増幅する絆の手綱さえあれば、たやすく愛馬を乗りこなせるが、もはや人間からあれを捧げられることはないだろう。きたー、やっぱ違いますね。全然違うわ。白、バシロース。あやつは我が愛馬ブリザポス。あの白く輝く毛並み、粗暴老石に走る姿、出会いし頃とみじんも変わらぬ。あー、懐かしい懐かしいや。シロース、あれ、これクロースだったっけ。もう一匹どうだったっけ。おそらくあやつは人参の匂いを感じ取ったが、詳しい場所まではわからぬと見た。走り去った方角から村に人参を奪いに行ったのやも。だとすると人の子よ、フリーズ村が危うい。急いで向かうである。伝説のメモ1に今の状況を書き記した。雪深い畑に種をまくと、バトレックスの力によって冷たい人参が育った。人参の匂いにつられてブリザポスが姿を現したが、フリーズ村に走り去ってしまった。これもうすでに名前が違いますね。戻りましょう。ここからでいいかな。はい、フリーズ村戻りました。いた、後ろからアプローチしちゃった。待ってとやめてがある。待って、こっち向いて。待ってだとこっち向くね。バシロース。あ、一発で来るの。あのね、やめてってやるとおばあちゃんたちの方に行ったんだよね確か。ここも違うのかもしれない。あ、そんなことないか、最初からこっち向いたか。この後かな。バシロース。ブリザポスはダイスの冷たい人参を狙っている。やめて私の人参まだ取らないで。これ投げられたりするもん、もしかして。わかんないけど、ちょっとクイックボール投げてみるか。とても投げる隙がない。ダメなんだはい、ではやりましょう。氷タイプなんでこれはちょっと厳しいよね。まあ、サイコキニシスかな。普通に行くとタイプ1で打った方がいいと思うので、ミュウに任せます。暴れる。ちょっと不安そう。大丈夫大丈夫、もう一回サイコキネシス。ブリザポスも倒した。ちょっとね、手持ち変えてきました。峰打ちをね、入れてきた感じですフスブフルス。
クロース。キャー。カカムク。アシロース。大丈夫か？何かが助けてくれたような。落ちてる。白いたてがみを手に入れた。白いたてがみ、豊穣の王の愛馬、ブリザボスのたてがみ、丈夫でよくしなる。お客人、村のものを救ってくれて、なんとお礼を言っていいか。まさかあのように凶暴なポケモンが雪原にいるとは。まるでおとぎ話の暴れん坊王の愛馬のような。考えすぎですかな。おや、それは白いたてがみ。おとぎ話では王が咲かせる輝く花と愛馬のたてがみを縫い合わせれば、王と愛馬をつなぐ絆の手綱を作れるそうな。かくいうわしの先祖は。お、わしの先祖も昔は言い伝えに習って手綱を作っておったそうじゃ。まあそんな花見たことないし、手綱の伝統も廃れましたがな。さて、おとぎ話ばかりにかまけてはおられませぬ。あのポケモンがまた村に悪さしないよう対策を考えなければ。それではこの度は本当にありがとうございますじゃ。笑顔がめっちゃ可愛いですよね。これはまた呼ばれている感じですね。いや、ここで自分の選択で選べるっていうのがかなり嬉しいです。とりあえずですが、ここからは次回進めていこうと思います。動画内でもお話ししましたが、黒い愛馬のレイスポスかなについては動画が、もうすでにソード側の方で上がってますので、そちらを確認して見ていただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!